阪神3011系電車、阪神3011系電車、阪神3011型電車は、阪神電気鉄道が、かつて所有していた、優等列車用の通勤系電車である。1954年に、梅田三宮間を、ノンストップ25分で走行する、梅田元町間の特急用に、扉クロスシート車両として製造された、 阪神電鉄発の高性能車両である。その後の輸送事情の変化に合わせて、ロングシート化、3扉化改造され、3561系、3061型となった。本校では、3011系、改造後の3561系、3061系の順に、両形式を紹介する。851系の校でも紹介したように、 阪神では戦前から大型車の導入を検討していた。施設面では1933年に開業した神戸市内地下線をはじめ、1939年開業の梅田地下駅、さらにそれより、以前の1924年に開業した電防線、現、阪神南場線が大型車導入可能なようになっていたほか、阪神本線の各駅も大型車が導入された際に、 すぐに対応できるよう、ホームを削って交代できる構造になっていた。車両面でも、1930年代中期には、すでに PCC カーに関する情報を入手しており、これをモデルとした、新設機動線向けの軽量で高出力の種、電動機を装備た大型車の研究を開始していた。1937年登場の、平洋機動線向けの71型では、 pcc カーで採用された超多端制御装置をモデルとした油圧カ無軸式の芝浦製作所製 rpm-100 を搭載するなど、この時期にはカルダン駆動の採用はなされなかったものの、大型車導入に向けた新技術の採用は進められていた。しかし、阪急神戸本線や鉄道省東海道本線、京阪神館の宮殿、観光との競争が激していたことから、 設備改良にコストのかかる大型車の導入を見送らざるを得なくなり、それに追い打ちをかけるように1938年の阪神大水害や太平洋戦争末期の戦災、戦後も枕崎台風やジェーン台風によって、施設、車両の面で何度も手ひどい被害を受けたことから、大型車導入への道のりが次第に遠くなっていった。それでも大型車導入の悲願は消えることはなく、 戦後も1948年の福島付近のカーブ改良を皮切りに大型車導入に向けた施設改良工事は順次推進されていった。ライバル路線の阪急神戸線、東海道本線とも戦後の混乱期を脱して復興への道を進んでいた。1949年には阪急の特急と日本国有鉄道、国鉄の宮殿が復活。 車両面でも当初は戦前から在籍の車両が使用されていたが、同年には阪急に新車の800系が投入されたのを皮切りに、翌1950年には阪急には、神戸、宝塚、京都三線共通車体となった810系が、国鉄には東京地区の湘南色と異なり、大阪鉄道管理局独自のクリームとマルーンの関西給電色に塗られた80系と、 戦後の両線を代表する車両が投入された。大阪、梅田三宮、三宮間を、国鉄は24分、阪急は28分で結んでいた。しかし、阪神はそれに対して36分を要し、戦前から在籍の小型車主体の阪神本線は、競争力を失い、1952年の、 阪神間の1日あたりの直通旅客数は半身4257人に、大使阪急1万1000人、国鉄1万4700人と、阪急に対して4割弱、国鉄に対しては3割弱のシェアしか有していなかった。しかし阪神は座してこの苦境に甘んじてはいなかった。大型車導入に向けた施設の改良を進める一方で、1951年には、 技師長の野田忠三郎をアメリカカナダに派遣して技術、経営の実地調査に当たらせたほか運輸省の昭和26、27年度科学技術、応用研究補助金の支給を受けて1121、計1130おとげ社にカルダン駆動の長期試験を実施、研究データをもとに1953年6月には、いよいよ、川崎社用、現、崎きし工業車両カンパニー、 汽車製造、日本車両製造の各社に対して新車の発注を行った。設計にあたっては、学識経験者や国鉄、あるいは自動車メーカーの研究者や技術者に新車製作指導者を職し、社内設計担当者と共に設計に携わった。製造は順調に進み、1954年5月24日に、阪神発の高性能大型車として、 3011MC 制御電動車から 3013M 中間電動車から3012の第1編成が納入され、翌25日から電報線において試運転を開始して、7月までに3両編成5本、15両が出揃い、8月13日の第36回全国高等学校野球選手権大会開幕日に A 運転を開始した。 3011型が、阪神の代表車として運行されていたのは、登場からちょうど10年間であった。この項では3011系時代の経緯について、紹介する。本形式は、当初3両固定編成で登場し、車両番号は3011から3013から3012、といった形で、10位が編成番号を示し、1位で連結位置を示した。 このため当初は301型とも称されていたが、この故障は一般化せずに3011型と呼ばれるようになった。車体は高校長旅校を多用し、車体構造もモノコック構造に近づけるなど、軽量化に留意した設計となった。前面は、非貫通系2枚窓のいわゆる湘南型の流れを組んだ形状であるが、車端部や裾部に R が設けられているなど、 丸みを帯びているのが特徴である。中央下部に車両番号が表記され、正面上部に全消灯、左右の前面窓状に標識灯、微灯を装備し、前面中央層下に種別表示板を取り付けた。側面窓配置は、先頭車、D1D7D1、D, D, D 乗務員扉、D 客用扉、中間車 1D7D1、端部に、 肩引き戸の幅 1200mm の客用ドアを設けたに、扉車で、客用窓は扉間に幅 1150mm の大型の2段式、側窓が設けられていたほか、妻側と運転台側に、戸袋窓が1個取り付けられた。また、連結面の窓は、車端部の R を活かして、曲面ガラスを採用した、当時としては斬新なものであった。塗装は上半分がベージュ。 下半分が小豆色である。車内はセミクロスシートを採用。扉間には当時の国鉄の普通に当社の固定式、クロスシート、シートピッチ 910mm に近いシートピッチ 1800mm の固定式、クロスシートが5組設置された。通風装置も電動発電機の風道を兼ねた強制通風式のもので、車体中央部に左右2箇所ずつ設けられた空気り。 入れ口を活用して換気を行ったほか、陶機には抵抗器の排熱を風道に送り込んで、車内暖房に当てていた。この通風装置が、登場時の新聞報道ではどう間違われたのか、冷房装置として紹介されていい。台車及び電装品であるが、初期の高性能車の常として、軽量大出力の手電動機がまだ開発されていなかったことから、 全電動車方式を採用したほか、駆動方式は直角カルダンが採用された。また、3041回と他の編成では、台車と主電動機が異なり、台車は3041回以外の編成が、住友金属工業製、コイルバネ付けの FS-202 を装着したが、3041回は、東芝製 TT-6 を装着した。 主電動機も3041回以外は、東洋電気製造製 TDK-858B を搭載したのに対し、3041回は、東芝製 SE-516 を搭載した。どちらも出力は5 9 7キロワットで、1両、あたり4機搭載される。制御機は、東芝製の発電ブレーキ付電動カム多段式で、ある。 MPM 型の MM-1A を装備し、各車の制御機で、それぞれの車両のモーターを動かす 1CM 制御であった。制動装置は電空予平自動空気ブレーキの ARD 型を装備した。パンタグラフは各車両に搭載され、両先頭車での搭載位置はいずれも連結面側であったため、中間車のパンタグラフと隣接している。このように、本形式は、 阪神においては、大型化の先駆けとなった車両であるとともに、新機軸をふんだんに搭載した車両であることから、同年登場した東急5000系や小田急2200型と並んで、日本の鉄道車両史上高性能電車黎明期の車両として紹介されることが多い。本形式は前期したように夏の高校野球の観客輸送運用で営業運転を開始したが、 乗務員の集熟運転を終えて、いよいよ1954年9月15日のダイヤ改正において、大阪梅田神戸三宮をノンストップ5分で運行する特急の運転を開始した。なお、本形式の登場時に阪神は最高速度時速 110km の認可を得たほか、特急の運転士は指導運転士の中からさらに15人を選抜して任命するなど、ソフト、 ハードの面で周到な準備を施した。このように万を持たして登場した特急の効果は絶大で、運転開始直後の1954年10月の阪神間直通旅客数は約8000名を数えるまで激増し、翌1955年の調査では8821人と1952年の倍以上にまで増加した。本形式の運用であるが、 特急の運転は昼間時だけのため、運転開始前後や早朝の急行運用にも充当されたほか、朝夕ラッシュ時は、準急や1957年に新設された区間急行にも充当された。1957年のダイヤ改正では特急の運行時間を拡大したほか、1959年4月のダイヤ改正では、梅田、 元町両駅を19時40分以降に20分間隔で発車し、主要駅に停車する夜間特急の運転を開始、帰宅する乗客にクロスシートサービスを提供した。搭乗以来本形式の編成は3両を基本としていたが、特急の乗客像に伴って混雑が目立つようになった。また、百五十八年の急行系赤道車の第一陣である千三百一系、 3501型や普通系ジェットカーの試作者である5 0 0 1系初代の登場によって車両の大型化が本格的に開始され1959年から1960年にかけて5101系5201系30両の投入によって昼間時の普通運用をジェットカーで賄うことができるようになったそこで九百六十年九月に ダイヤ改正を実施、昼間時の普通運用を全車ジェットカーで運転するとともに、特急も従来の20分間隔から10分間隔に倍増の上、梅田三宮間ノンストップ運転から西宮、足屋、三陰の各駅に停車するようになり、特急運用に3301系3501型が混用されるようになった。 3 0 1 1系の特急はこのダイヤ改正から4連で運行することとなり、編成の組み替えが実施された。本形式は 1M 方式のため編成の組み替えがしやすく、全貫通編成が2本と先頭車同士を組み合わせて4連を蘇生した編成1本の合計3本12両が4連化され、3連の編成は1本が残った。 この残った3連にわた編成と搭載機器の異なる3041回が充当され、朝夕の準急運用に限定して使用された。しばらくはこの形態で運用されていたが、1963年2月のダイヤ改正では再度編成外を見して5連化を実施、全貫通編成が1本と3連プラス2連の編成が2本の5連3編成に再組成された。こうして、 輸送形態の変化に応じて、長編成化を実施してきた本形式であるが、全面非貫通では、運用が不便であり、クロスシートもラッシュ時の混雑に耐えられなくなったことから、1964年に、河川電圧を直流 600V から直流 1500V への、昇圧に対応した改造と、神戸高速鉄道乗り入れ対策工事を兼ねて、全面貫通化を呼び、 ロングシート化の大改造が実施されることとなった。大改造後の3011型は3561系3061型と形式を改められるが、その後も時代の変化に応じて主樹の改造が施された。この項では改造後の3561系3061系の経緯について紹介する。 前述のように特急用の主力車両として運行されていた3011系であるが、その後の輸送需要の変化によってに扉、セミクロスシート、全面非貫通の車体構造がラッシュ輸送に不向きなため、1964年に河川電圧の直流 1500V への昇圧改造を兼ねて、ロングシート、全面貫通式に改造され、形式も3561系。 M シート3 0 6 1系、m に改版されることになった。改造項目は以下の通り。この改造と1966年に実施された5 0 0 1系、初代のロングシート改造によって、阪神ではクロスシートを装備する車両が消滅し、2001年に9 3 0 0系が登場するまで40年近く、クロスシート車が在籍しないという状態が続いた。 改造後の運用は、本形式だけで4連を組むこともあったほか、2連単位で他形式の増結者に重当されることもあった。1967年11月の昭圧後に3561、3563、3565と3062、3064、3066のパンタグラフ撤去改造が実施され、 三千五百六十七から三千五百六十八以外は、パンタグラフは二両で一機搭載となった。同時に、ATS の設置が行われたほか、九百六十八年には、住友製の f s 二百六台車を新造して三千六十三に装着させ、三千六十三の f s 二百二を三千五百六十八に換装して、同社が装着していた t t 六を、 救援車155に年出した。神戸高速鉄道開業後の1969年から1971年にかけて他の赤道車と扉数を合わせるため3扉化改造が実施された。この際に客室側窓はユニット式に改造され、側面窓配置は先頭車 D1D3D3D1、中間車 1D3D3D1 となり、側面も 原型の特徴が失われて、改造者らしい独特な雰囲気を持つようになった。同時に、通風機もラインデリアになったほか、制御機は、東芝製 1C8M、1台で8個の主電動機を、制御のペ -15BH に再度乾燥された。冷房改造は3501型に続いて1974年12月から1975年4月にかけて実施され、 他形式同様分散式マウマイナス 13H を、パンタグラフ付車両には6個、パンタグラフのない車両には7個搭載し、パンタグラフは冷房装置搭載場所の確保のため、下枠交差式になった。引き続いて、列車無線装置の VHF 方式への改造や、車外放送装置の設置が行われたが、種別、行き先表示器は設置されなかった。 登場から30年経過した1984年以降、老朽化のため、同年から製造が開始された8000系により、代替が進められることとなり、翌1985年末までに3567から3568の2両固定1編成以外は廃車なった。この2両のみは、西大阪線、現、阪神南和線の運用で残ったが、これは青ケーキで、 乗客、児童が、通過列車の風圧により転倒死する事故が発生した際の当事車両だったこと、最終期の西大特急で運用されていた際に発生した事故から、その裁判資料、証拠品とされたためである。なお2両固定編成だったことから、須崎から向川団地前間延伸後の向川線への入線も、一応可能になってはいたが、実際に入線することはなかった。 裁判の終結により、この2両も1989年9月に実施されたさよなら運転の後、同年11月29日付で廃車となり、形式消滅した。また、7901型に編入された3021改め7922号車も1990年7月16日付で、同形式発の廃車車両となり消滅した。上等及び、 保存車両は存在しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。